収まりまりす。スタートしました8番ダノン・ファラオが大きく遅れましたまずは先攻争い内から2番アイオライトが好スタートを切りました追っていくのは6番ウェルドンその後3番手間から3番オメガレインボー4番ブラッディーキットインコースに1番のロードエクレール外から7番のヒストリーメイカーその直後中段の一角に9番のフルデプスリーダー5番アメリカンシードです各馬1コーナーもうもうと上がる砂煙をバックに2コーナーにかかります 前は2番のアイオライトが行き切りましたリード、1馬身2番手、6番のウェルドーン3番手は赤い帽子2つインコースに3番、オメガレインボー外に4番のブラッティーキッドです直後5番手7番ヒストリーメイカー向こう上面に入りました9番のフルデプスリーダー中段に1番、ロードエクレール10番のブラックアーメット1馬身後ろ5番アメリカンシードラチ沿いに13番バティスティィス直後12番のスワーバーラミスが行って3馬身後ろ11番のロードレガリスさらに十四番のダンツキャッスル 1>, 1頭単独最高峰離れての追走は8番のダノン・ファラオです3コーナーにかかります 1000m61 秒6でいきました2番アイオライトのペースリード体半分から首ほど6番ウェルドーン4番ブラッティキッド前3頭横に広がってきました今度は2番手から6番ウェルドーン先頭に変わるかち手2番のアイオライトが抵抗するブラッティキッドはやや後退その直後から3番のオメガレインボー間を通って9番フルデプスリーダー 4コーナーを回って直線コースに向かいました先頭は6番のウェルドーン先頭だリード2馬身追ってくるのは3番オメガレインボー2番アイオライトさらには9番フルデプスリーダーフルデプスリーダーとオメガレインボー合わせるまでウェルドーンに迫っていくウェルドーン先頭外から9番のフルデプスリーダーさらには3番のオメガレインボーですがウェルドーンフルデプスリーダー6番ウェルドーン9番のフルデプスリーダー並んでゴールイン最後はあすかに9番フルデプスリーダー丹内祐二